送信所、送信所とは、信号を送り出す場所や、施設のことであり、無線通信分野においては抗議に無線局のことであるが、日本の電波法の範囲においては、より細かく無線局の一部、すなわち電波を送る、送信するための電気的設備を、主としておいた、施設のことを示す。以下、日本の放送局、放送業務を行う、無線局などにおけるものを中心としてベル。 なお、ここでは、地上波放送の送信書について説明し、衛星放送の地球局、アップリンク局は、衛星放送に譲る。日本の無線設備及び無線局の定義は、以下の通りである。すなわち送信書とは、無線局の中で、電波を送るための電気的設備、送信設備、電波法施行規則、第2条35を主としておいた施設を示している。 特に大電力送信を必要とする無線局では他の施設と独立して設けられることが多い。またこういった無線局では受信のみを主目的として別に施設を置く場合も多く送信書に対してこれを受信書と呼んでいる受信書は電波法施行規則第5条による無線局に公的な土地を得やすいアメリカなどでは 大電力送信を必要とする無線局などであっても必要なすべての設備を一箇所にまとめて設置一箇所で一つの無線局として送信所、受信所といった区別がなされない場合が多いが地形変化に富む日本では公的な土地を確保することは困難であり送信所として電波を送るための電気的設備をひとまとめにして独立させ公実の通信所や演奏所などと離れた場所に 施設することが一般的である。固定局、電波法施行規則第4条1などで、大出力の送信装置、電波法施行規則第2条36と大規模な送信空中線形、電波法施行規則第2条37を必要とする場合には、アンテナ店長のための広い敷地を確保し、また基本波障害、高調波ではなく送信する電波そのものによる他局への、 電波障害を防ぐ目的などから人里離れた郊外に施設を置くことが多い。しっかりとした受信設備も必要であることから、さらに受信所が別の場所に置かれることも多い。今日では送信所は常時無人とされ、その操作は通信所、演奏所の場合もあるからの遠隔操作によるものが多い。通信所は通常業務に便利な人里に設置され、 送信書に置かれた無線送信機、リニアアンプ、パワーアンプを操作するための操作端末はここに置かれる。操作端末、エキサイター、無線受信機、レシーバーは、有線、無線の専用回線など結ばれている。通信所には、無線通信士、陸上無線技術士などの無線従事者が常駐、監督及び操作端末を操作することにより、無線局の運用を行う。 なお、日本のアマチュア局、電波法施行規則第4条24についても、近年、その空中線電力が、最大1キロワットまで許可されるようになり、最大限運用するためには中規模の無線局、電波法施行規則第4条6送信書と似たような、ものが要求されるようになってきている。放送用の送信は、地域の状況により、また、 放送会社ごとにその仕様はかなり異なる。以下、概ね共通するところについて、日本民間放送連盟編集の放送ハンドブック、東洋経済新報社、現地1991年5月及び放送ハンドブック改定版、日経 BP 社、現著2007年4月にあるところをもとに述べる。放送に割り当てされる放送用電波、放送波には、 短波放送などを除き、その歴史的経緯や業務内容、放送対象地域が原則的に都道府県単位、いわゆる広域放送と呼ばれるものでも、地方単位であるなから長距離連想用の周波数は基本的に割り当てされない。加えて、放送にはシステムの高い信頼性が求められることから、放送局電波放送規則第4条2の送信書は、 その放送区域の割に大規模なもとなる。例えば中波ラジオ、AM ラジオ放送であれば、1 0 0ットの大電力に100メートルクラスの、送信鉄塔、送信アンテナ、極超短波を用いて実施される、地上波デジタルテレビジョン、地デジ放送では1 0ットの大電力に600メートル超えの、タワー長部に置いた送信アンテナでようやく、関東地方や東京都及びその近隣を、 放送区域とするといった例がある。また放送は、不特定多数への一方通行の情報伝達、すなわち送信のみであることから送信書は、他の無線局のものよりもその規模の代償を問わず、外してはっきりしたものとなっている。これが、いわゆるコミュニティ FM や中継局になると、初級のアマチュア無線局の上限と同じ10から20、ワット程度で運営されているやしろが多い。 なお放送の場合、上述、通信書にあたるところが、演奏書になる。放送局の送信書、放送書と言われることもあるでは、演奏書からの映像、音声信号を無線があるいは、有線回線によって受け取り、送信装置を用いて、電波として、アンテナから復写する。なお放送波の送信に用いる送信装置のことを、特に放送機、と呼ぶことが多い。 日本の地上波放送会社は、テレビジョン、ラジオともに一般に放送対象地域の多くを放送区域とする親局、本局などとも言うと、地形的条件などにより、親局でカバーしきれない、放送対象地域内の域にサービスを行う、中継局、中継放送局、中継放送所などとも言うを持ち、放送対象地域全域を放送系としてカバーしている。 すなわち親局、中継局ともに送信書ではあるが、おおむね大規模な送信設備を持つところを送信書、これ以外を中継局と呼び分けていることが多い。中継局は送信書としての機能を持つが、入力となる回線に違いが見られ、親局と比較して、外して小規模である。なお、放送対象地域が法令により狭く限定されるコミュニティ FM では、 小規模なアマチュア局程度の設備で十分となることが多く、送信書と演奏書を併設している例が多い。a m ラジオ放送用の送信書などを除き、その多くは放送区域を見通せる山上に設置されるが、東京タワー、東京スカイツリー、名古屋テレビ等、東山タワー、瀬戸デジタルタワー、福岡タワーのように、平野部の市街地に、 数百メートル高の塔を建設、その長部にアンテナを配して設置する場合もある。送信書は放送会社単独で所有する場合もあれば、複数の放送会社で共同所有する場合もある。a m ラジオの送信書は、各局の親局を中心に広大な敷地を必要とするが、空いた敷地を使い、メガソーラーを設置する例もある。MBS ラジオが初めて設置した。 演奏所から送信所への信号伝送は、電気通信事業者が付設する専用優先回線、放送会社が自社所有する無線回線、これを STL というなどで行われる。中継局では、放送波を受信して、これを再送信する方式、放送波中継、放送前の信号を優先あるいは、無線の回線、別の中継局からの信号を受信する方式を、 TTL というで受けて、これを送信する、方式度がある。気象条件が厳しく地形変化に富み地域による人口密度差の大きい日本の場合、放送機、放送波送信機には相当な能力が求められる。すなわち中波ラジオ放送では、最大5 0 0ット、超短波ラジオ放送では、最大1 0ット、地上デジタルテレビジョン放送では、 最大1 0ットの大出力を作り出す必要があり、かつその放送形態はフルエアであることから24時間365日の運用に耐えられるよう、すなわち装置の故障程度では放送事故となる放送停止にはならないよう多重化されている。例えば放送機2機を持ち、常時は1機で運用しているがこれに不具合が生じると直ちに待機している、もう1機に切り替える。 原用予備方式、放送機3機を持ち、常時は2機を運用して、その出力を合成、加算し、1機を待機させておく方式などがある。また近年の個体化、すなわち従来の真空管ではなく、半導体による増幅機を用いた放送機では、多数の増幅機ジュールの出力を合成する方式が主流となっており、増幅機単体に故障があっても直ちに放送が、 停止することはない。この場合、故障した増幅機の出力分を他の増幅機で補えるように、定格出力に余裕を持たせた構成とすることも行われている。なお、放送機の出力はアマチュア局の送信機などとは異なり、口述のアンテナと合わせ、所定の放送区域にサービスを行うに足りる必要最小限の出力、すなわち放送区域の端で、 規定の最低電解強度達成する値が選定される。つまり、空中線電力ではなく、実行副射電力であり、単純に放送機の出力イコール空中線電力の代償によるサービスエリアの代償とはならない。中継局では、その放送区域が限定されることから、1kW 程度のものから数百 MW 程度のものまで、 状況に応じて様々な出力のものが用いられる。ただし中継局はおおむねその保守管理が大変な場所に置かれることから今日、親局のものと同様に装置の故障で簡単に放送が停止しないように工夫がなされたものが用いられるようになってきている。放送機の出力を放送波として複射するためのアンテナは、 所定放送区域へのサービスを確実とし、かつ所定放送区域を逸脱しないために必要な利得や指向性を持つものが選ばれる。アンテナによっては、ティルとさせて使用されることもある。大電力送信は、放送機が大きくなる分、初期費がかかり、またその維持経費もかかることから不経済であり、できるだけ ERP を大きく、空中線電力を小さくするように設計されるが、 ERP を大きくするためにアンテナを大きくすると、また不経済なものとなるため、その組み合わせは難しい。特に放送区域が隣接する中継局のアンテナは、慎重に選定される。日本では地形の関係上、送信書を放送区域の中心に設置することは難しく、送信範囲を特定方向のみ、広くする、指向性を付加して送信していることが多い。 中原オ放送用のアンテナであれば、ダウンリード、引き下げ副車線のことの数を、特定方向にくしてその方向、あるいは、主鉄頭と副鉄頭を設け、副鉄頭を同波器としてその方向に強く副車させる。逆に、鉄頭長部からワイヤーなどを出し、適当となる位置にダウンリードと複製放射を設け、その方向への副車を、わざと減衰させるといったことがなされる。また FM。 テレビジョン放送であれば、複数のループアンテナやヤギ、ウタアンテナを使用、それぞれに送信電力を分配することによって細かな指向性を作るといったことがなされる。通常、FM、テレビジョン放送用の VHF 及び UHF 対応のアンテナは、周辺の障害物を避け、見通し範囲を確保する目的から、山や高台の鉄塔上に設置される。また、 中波、タンパラジオ放送用のアンテナは設置抵抗が低い、海や川、池、水田など湿地を中心に建設することが多い。ただし海上や海岸などに設けたこれらのアンテナは、塩害を受けやすく、鉄塔の寿命が短くなる問題がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。